はい、どうも黒いリンゴの庄司です。今日もね、爽快シーンやっていきます。まあ続きからやっていいわ。どうだっけ、エレベーターなんか降りたところ、1階に行ったところだよね、確か。はい、こう、はいはいはい。あれ、これ1階来なかったっけ、待ち合い室って。男子トイレ行っちゃいます。はい、やべ、このタイムリミットもさ、やばくね。え、こんなとこ行ったっけ。うん、はい。このチカチカなんなの。お、なにこれ。レントゲンを撮影する機械のようだ。はい。じゃあこっちは。もういける。なんか今落ちたな。現像するための液のようだ。はい。え？レントゲン写真が吊るされている。はい。現像するための機械のようだ。はい。じゃあ写真持ってこないといけないパターンか。はい。まあ、いらないどことかね、カットとか、早送りとかしていくんで。はい。はい。手がやべえよ、時間。あ、ここ非常口だったんだ。あ、ここに来るの？はいはいはい。え、こう行ったっけ？またいた。あの、握力マン。これさっきの紙に書いてあった薬品だ。あ、女性の声でやるの忘れた。はい、洗浄液。あ、これじゃん。はい。こっちは？見たことのない薬品が並んでいる。はい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 。これだけ？嘘でしょ。なんもねえじゃん。はい。じゃあ行くわ。はい。なんかおかしくなかったな。え、これどうやって使うの？え？はいはいはい。注射器がないと無理と。あの中に注入するかと思ったわ。はい。これじゃね？これ。これだよね。ほら、この注射器使えそう。空の注射器を手に入れた。よし。これを注射器に入れて、あいつに注射できれば。問題はどうやって刺すかだけど、目が見えてないみたいだから、なんとか転ばせられれば、その隙に刺せるかもしれない。転ばせる？手があいつ来ねえんだけど。どういった？おやべ、時間が終わった。え、何、どうすりゃいいの、殺して。え、一回隠れてみる。はい。あ、いいんだよ。あ、こっち、あ、降りれば、落ちてくるよ。これ、どうにかできないの。いけ。これマジどうやってんだよ。わかんない。ちょっと調べよっかな。わかんない。はい。調べます。手が3回行ってないよね。ね。行ってくるわ、3回に。はいはいはい。なんかあったっけ。まあいいや。3回行けばチャプタークリアだったの。
なんで？え、まあいいや。チャプタークリア。何これ？どれ？何これ？息はできるし、匂いもないけど、なんだか嫌な感じが。嫌な感じ。あ、18分。え？どういうこと？ここの階段は封鎖されてないみたいね。踊り場から先、蛍光灯が抜かれている。もし上の階をも探さないといけないなら、何か明かりが必要になるかも。はい。この毒やばくない？ね、ここ何？調べて、これ調べて。はい。カルテのようだ。はい。被験者26号、あ、26、29号、他の被験者への部位の供給目的の個体だったが、思いのほか二次利用が期待できる。自我や知能はほとんど残っていないが、凶暴性と俊敏さは目を見張るものがある。視力はほとんど失っているが、物の輪郭を捉えているようだ。光に向かっていく走行性が見られる。管理時は、照明を落とし、暗視ゴーグルを着用し、睡眠薬を混ぜた食事を与えて眠らせてから取り扱うと良い。はい。ほら、あ、来てたの？来てたの？え？なんで？これソードマン？ソードマンだよね。いけいけ、そっち行け。じゃあね。BGM ってゲーム内の音聞こえないからわかんねえわ。はい。まあいいや。はーい、余裕。なんもないの？はい。ほら。何これ、メガネ君。かなり古い型の携帯が置いてある。充電はされていないが、ざん、ん?されているが、残念ながら通話はできないようだ。はーい。じゃあ行きますよ。はい。行きましょう。はい。ここは？はい。302。はい。これは？人形が吊るされている。これなんかさっきのやばいやつ。首のないぬいぐるみの下に何か書いてある。マジックで、走り書きされている。ところどころに隠されている助言の主とコンタクトが取れれば助かる見込みがあるかもしれない。はい、これは？こいつ。なんもない。それだけ？はい。はい。終わり？てかこのなんかアイコンなんか顔色悪くなってない？頭がかち割られた。びっくり。これ何？来てるってこと？やべえじゃん。隠れ場所ないし。どうする？このアイコン見ればいいじゃん。おい、おい、えい、じゃあね、ソードマン。ここしかねえじゃん。まず隠れよう。バレたりし。まあ余裕でしょう。でも2回も同じ動き隠れたらやばいかな。来いよ。お前、アホなんだけどさ。はい。はい、見に行って。はい。じゃあ、お疲れさん。バイバイ。こいつがあれか？もしかして、ゴーグルがどうとかとか言ってるやつ。はい。はい、じゃあね。
で、首絞めマンに注射器刺したいんだけど。はい、これは？上行けるんだっけ？暗、真っ暗です。進めそうにない。え？なんで帰んの？じゃあ、まあ、こっち行くか。この霧何？手が。なんかいる。何これ。何こいつ。何死んだの？おお、連れてかれた、ここに。助かったの？おお、うちの猫たちが、はい。助かったの？どういうこと？え？もう一回同じ場所行くか。はい。おお。あれか、さっきの俊敏性がどうだったこいつ。おいおいブーン、これいたら終わりじゃん。 バイバイ。 え、どうすんの？おいし、チャンスチャンス。はい、おバカさん。はい、早く行って行って、来るからあいつ。あ、鼻水。ん？段ボールが積み上げられて奥まで行きそうにない。これは？あ、鍵あるじゃん、鍵。かなり古い型のようだ。はい、鍵、鍵。イェーイ。倉庫の鍵を手に入れた。え、倉庫ってどこだっけ？まあいいや。ほら？ほら？ないね。はい。え、これまだ調べるの？天板の裏に紙が、貼り付けられている。まずはここに気がついてくれて嬉しく思う。あなたの生存確率が上がることを願って以下の情報を記す。上の階を徘徊する被験者29は視力が低下しており、ほぼ物の輪郭しか判別できない。被験者は明るい、29号は明るい方へ向かう習性がある。ライトの照射範囲をうまく調節すれば進行方向をある程度操ることが可能だ。しかし、照射範囲に人の輪郭を確認するとスパイア動きで襲いかかってくるので、近くにいるときは、照射範囲を自身に重ねないように注意せよ。私はこれからさらなる情報を集めるつもりだ。もし入手できた情報があれば、看護部長室のテーブルの裏に隠しておく。はい、サンキュー。てか、そもそも、ライト手に入れてねえから。はい。来た。え、どうする？どうする？どうする？え、あいつは？あ、いいじゃん。こう、女子弁、女子弁。はい、女子弁。はい、女子弁。何これ？やべえじゃん。男子便所。よ。え、いけんの？ マジ？いけないと思ってた。まあいいや。はい。まあ余裕でしょう。こいつおバカさんだから、意外と。来た？来た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 。でもこれバレることないでしょ。バレたら。よし。はい、いけ。よし。はーい。さよなら。よし、オッケー。はい、出よう出よう。よーし。
はい、さよなら。最初、男子トイレ、ここは男子トイレみたいなのも言って行かなかったのに。はい。ランドリー、コインランドリー。はい。え、なんかジラジラ？ね、これ。はい。1台だけ洗濯中のようだ。はい。何も入ってない。これ隠れれるとか？はい。浴室行こう。はい。てか倉庫は？倉庫。ね、これ、なんか怪しくね。しばらく使われてないようでひび割れている。水は入ってない。あ、隠れる場所ね、やっぱ。はい。なんもないの？はい。303。鍵がかかっている。ね、これ。あ、倉庫じゃん。はい。倉庫、倉庫。はい。倉庫の鍵を使用した。はい。ほら？おー、ライトやん。はい。え？ライトどうやって使うの？これは？このロープ使えそう。ロープを手に入れた。これを使えばあいつを転がされるかも。ああ。あの部屋に仕掛けて誘い込むのが良さそう。あの部屋？どこ？ああ、このロープであいつをね、やっちゃうと。ちょっと待って。てかさ。ウィーン、よし。やば、こいつ早っ。早い早い早い。余裕よ。てか、ここに来たのはいいんだけど、ロープどうやって使うの？わけわかんねえわ。わけわからん。その懐中電灯もどうやって使うの？うわ、来た来た来た。あいつ来ました。隠れます。え、隠れれないの？え、隠れれないじゃん。これか、バレんだろう、バレんだろう。あ、結構アホだわ、やっぱこいつ。アホです、こいつ。セーフ。やった。エレベーターの表示によればここは最上階ね。よし。おお、チャプタークールやん。余裕。まあ、今回はここまでにすっか。じゃあ、まあ、ここまでにしますわ。はい。おーい。この階に鍵があればいいけど。はい。じゃあ、次回ここからやっていきます。はい。じゃあ、よかったら高評価、チャンネル登録、よろしく。じゃあ、バイビー。